こんにちは。今回はイギリスゴム編みを紹介します。このゴム編みは通常のゴム編みの約2倍ぐらいの厚さができるゴム編みです。伸縮性もありますし、編み地も裏も表も同じようで、マフラーやスヌードにも暖かく着れると思います。編み図で説明しますと、この形になります。とても複雑そうですので、2段目は裏側から編みますので裏編みとなっていますが、表編みから始めます。表編みを編んで裏編みに掛け目をして、目を右針に移し、次は表編みを編んで、次は裏編みに掛け目をして針に移します。これを繰り返して、最後は裏編みです。何も書いてないのは表編みの表記ですが、編み図は反対に見ますので、最後は裏編みです。次は3段目になります。3段目は滑り目から編み始めます。2段目で編んだ目に表目で滑り目をします。編まずに右の針に移します。そして次は裏目に掛け目をして編まずに外します。2段目のこの印と同じ編み方をします。そして次は2段目で掛け目をした糸2本が重なっているところを表編みにします。次は裏目の掛け目です。そしてここは2段目で掛け目をしたところを合わせて編みます。編み図では分かりにくいので編みながら説明します。作り目を8目作りました。一般的な目の作り方の作り目です。表編みから編み始めます。針を左から右へ入れて表編みを1目編みます。次は裏編みですが、掛け目をします。針に糸をかけて裏目に針を入れ、裏編みはしないで右針に糸を外します。これが掛け目になります。次は表編みを1目編んで、次も裏編みの掛け目をします。針に糸をかけて裏編みを右針に移します。次は表編みを1目編みます。次も掛け目です。針に糸をかけて裏編みは編まずに右針に移します。次は表編みを編みます。そして最後は裏編みを編みます。これで2段目ができました。掛け目をした分目数が増えています。11目に目数が増えています。次は3段目です。3段目は滑り目です。表編みの滑り目をします。表編みで目を外して編まずに右針に移します。次は裏編みですですが、ここも掛け目をして裏編みは編まずに右に外します。次は表編みです。前段で掛け目をしたこの糸が1本ありますので、ここは2本まとめて表編みをします。次は裏編みです。掛け目をして裏編みを編まずにそのまま右針に移します。次は表編みです。
表編みは掛け目をした糸と一緒に2本まとめて表編みをします。次は掛け目をして裏目をそのまま右に移します。そしてここは表編みです。掛け目をした糸も一緒に表編みを編んで、次は裏編みを編みます。最後はいつも裏編みになります。編み地を裏返して次の段を編みます。次の段も編み始めはいつも表目の滑り目で編まずに右に移します。次は裏目です。掛け目をして裏目を編まずに右に移します。次は表編みを掛け目の糸と一緒に2本まとめて表編みをします。次は掛け目をして裏目を右に移します。次は2本まとめて表編みをし、次は掛け目をして裏目を編まずに右に移します。次は2本まとめて表編みをして、最後は裏編みです。この繰り返しです。もう一度編みます。最初は表目の滑り目ですから編まずに表目を右に移します。次は掛け目をして裏目を編まずに右に移します。次は表編みを2本まとめて表編みにします。次は掛け目をして裏目を編まずに右に外します。次は表目を2本の糸まとめて表編みにして右に外します。次は掛け目をして裏目を編まずに右に外します。次は表編みを2本まとめて編んで右に外します。そして最後はいつも裏編みで終わります。この繰り返しです。まだ少し分かりにくいのでもう少し編んでみます。滑り目をして掛け目で裏目を外し、表編みを2本まとめて編んで、次は掛け目をして裏編みを外し、表編みを2本まとめて編み、掛け目をして裏編みを右側に移し、表編みを編み、最後は裏編みです。少しゴム編み状態になってきたでしょうか。次も表目の滑り目をして掛け目をして裏目を右針に移し、表編みを2本まとめて編んで、次は掛け目をして裏目を右に移し、表編みを2本まとめて編み、掛け目をして裏目を編まずに右針に移し、表編みを2本まとめて編みます。最後は裏編みです。少しゴム編み状態が分かるようになってきたと思います。編むとこのようなゴム編みになります。今はここの時点ですので少し分かりにくいと思いますが、まだとてもふんわりとした柔らかい編み地になりますのでお試しください。3段目以降は同じ編み方の繰り返しです。
イギリスゴム編みの編み方を紹介しました。